第9代アーガイル伯爵アーチボルド・キャンベル第9代アーガイル伯爵アーチボルド・キャンベルは新京都革命から王政復古期のスコットランドの貴族第8代アーガイル伯爵アーチボルド・キャンベルとモートン伯爵ウィリアム・ダグラスの娘マーガレット・ダグラスの長男新京都革命で父と共に王党派に属して議会派と戦い 1650年にスコットランド王に即位したチャールズ二世を擁立して第三次イングランド内戦でダンバーの戦いと翌1651年のウスターの戦いに参戦、オリバー・クロムウェル率いるイングランド共和国軍と戦った。戦後反乱作望の容疑で1657年に投獄され1660年に解放、翌1661年に 父が革命での行動を咎められ反逆罪で処刑され公爵位を没収、それに連座して再び投獄されたが、王政復古でイングランド王、スコットランド王に即位したチャールズ2世からは1663年に改めて新設の形でアーガイル伯爵位を授与された。同年に王立教会フェローに選ばれている。しかしチャールズ2世の弟で、 スコットランドに赴任したヨーク公ジェームズから宗教問題で対立して疎まれたため1681年に死刑判決を受けオランダへ亡命チャールズ2世の諸子のモンマス公ジェームズ・スコットと結託してチャールズ2世の死後即位したジェームズ2世に反乱を起こすため1685年5月にオランダからスコットランドへ上陸したしかし準備不足のため戦う前から 軍は分裂、6月に捕らえられ、エディンバラで処刑された。モンマスもイングランドに上陸したが国王軍に早期鎮圧され、7月に同じく処刑された。反乱により、爵位と領土は没収されたが、1650年に結婚したマリ伯爵シャク、ジェームズ・スチュアートの娘メアリーとの間に生まれた、息子のアーチボルド・キャンベルは、復権に尽力。 1689年にウィリアム三世から爵位と領地を返上され、1701年に公爵への昇格も果たした。メアリーとの間に7人の子を設けた。ありがとうございます。